今日よろしくお願いします。じゃあファスティングの流れですね、プログラムを通してどんな感じになるのか、何が必要になるのかっていうのをざっくりおさらいして、で質問に答える形にしたいと思います。で、そう、ファスティングプログラム自体は僕の中では断食してる時と断食しない、食べてる時も含めてのプログラムですね。プレパレーションフェーズ、準備期、ファスティングフェーズ、断食期、リカバリーフェーズ、回復期、そしてもうちょっと詳しく言うならトランジションフェーズ、移行期っていうのがあるんですが、これでどうなっていくかですね。準備期では、僕が提唱している元気の鍵は麻薬って食材を中心に食べて、普段の 70%、80% のカロリーにしてだんだん落としていくのがいいんですけど、それを健康的な食事をして、ここで準備をする、ファスティングのために栄養状態を整えておく。で、ここで飢餓を状態を体験させて、ありとあらゆる体の変化を導いていく。まあ実際体の変化を導くんじゃなくて、体は変化しないように対応するんですよね。その対応する中で、とてもいいことが起こってくるんですが、で、回復期、一回もう、ミトコンドリアが増えて、で、腸内細菌が少し冷えしたところに、ちゃんとまた栄養を与えていく。で、治療目的でやる場合は、ここのサプリメンテーション非常に大事です。ここ抜き、ここの前サプリメンテーションで、機能的な栄養を入れていく。これはまあちょっともうちょっと踏み込んだ中級の内容になりますけど、タウリンだったり、亜鉛だったり、セレンだったり、マグネシウムだったりっていう、サプリメント療法をやっていくのがいいって感じですね。で、摂取カロリーで言えば、ここが普段が 100% だとしたら、まあ、こんな感じでいくって感じで、ね、食べ過ぎない、まあ、これが体重維持のパーセンテージだったら、できれば 90%、80% で抑えておいて、最終日は結構少なめにして、ファスティング期で、まあ、500キロカロリーぐらい、リカバリーフェーズでまた少し増やしていって、で、トランジションフェーズ、まあ、プログラム終了後お疲れ様でしたって言って、あともある程度低カロリーでいきたいって感じですね。80% がカロリー摂取の割合かな。ここがベリーローカロリーダイエットの最低限レベルの500キロカロリー。まあ20からパーセンテージ書いた方がいいかな。500キロカロリーぐらい。これでも人にもよります。この計算方法は、送りましたがあります。20から。で、体重ですね。体重はどうなっていくかというと、まあガーッと落ちますよね。もうちょっとこれに重ねて書いちゃいますけど、体重こう落ちてって、でリカバリーフェーズまた上がってって、最終的にまあ、3日間だったら1キロぐらい、6日間だったら2キロ3キロぐらい、最終的にスタートから落ちればいいかなって感じで、大事なのは、ここ、期間はできるだけ同じぐらい取るってことですね。ファスティング期間が3日だったら、準備期も3日、回復期も3日、別に同じにしろって意味ではなくて、同じぐらい長くちゃんと取りましょうってことです。6日間だったら6日、6日でやりたい。まあ、18日間だと、本当に1ヶ月の半分は健康的な生活をやってるわけなんで、劇的に体、本当に変わるわけなんですけどね。でも、実はファスティングって、栄養状態においては、例えば血中 L カルニチン濃度が低い人はやらない方がいい、危険、アシドーシスを招きやすいとか、マグネシウム不足の人はもうそもそも代謝ができないので、できないとか、糖尿病の人はもう血糖値のコントロールができないからやらない方がいいとか、みんながみんなやった方がいいってわけではないんですが、条件の悪い人がしっかり準備をするために本当に1ヶ月準備期間をやってやるってことも全然あります。まあ普段から健康に心がけてる人であれば、普段から準備期間をやってるってことなんで、いきなり6日間のファスティングをしてももう全然楽勝みたいな人もいれば、準備をしないと普段高塩分すぎてもう高熱痛とか、普段カフェイン取りすぎてここでカフェイン離脱症状で頭痛とかもあったりするし、大事なのはこれ解毒を進めてるんですけど、解毒って、まあ、言った通り脂肪細胞にたまります、毒素はね。で、脂肪が燃焼して消えていく、排毒していくわけなんですけど、その過程で何が起こるかって、血中に毒素が流れるわけなんですね。だからもう普段からポテチ加工食品農薬バリバリ取ってる人が一気に絶食して、ね、もう
一気にケトン体までの脂肪燃焼していくと、それだけアシドースを招いたり血中の中で毒性を発生したりするんで危険だったりもするわけなんです。そのためのプレパレーションフェーズものすごく大事です。でこれももちろんファスティングフェーズとして大事で、一番大事なリカバリーフェーズなんで全部大事なんですけど、まあ一回リセットした後に腸内細菌で言えばここはめちゃくちゃ大事ですね。で、押さえておいてほしいのは体脂肪率っていうのが、ここではあまり、通常ではない、水分組成とかになってるんで、変な値しか出ないです。例えばこの体重は減ってるんだけど全然体脂肪率落ちねえじゃねえかみたいな、まあ、それはそのはずで水分と筋グリコーゲンで体の水分全体的に少ない状態なので、特にこのファスティングフェーズ断食期においては体脂肪率はそんなに減少しないことが多いです。むしろ上がったりも全然しますよね。ここで減ってたのにファスティング期全然減らないみたいな。で面白いのはリカバリーフェーズで体重は戻っていくんだけど、ここで水分戻って筋肉は戻ってでも、脂質代謝を更新し続けてるんでガーッと体脂肪はここで減っていくんです。体脂肪率はね、体脂肪と体脂肪率はで、ここでちゃんと 80%、70% で守っていけばこれもどんどんどん減らしていける。終わってからが体脂肪率は面白いところですよって感じですね。体の中の変遷としてはそんな感じです。で、これは経験則なんですけど、ファスティングをファスティングフェーズ3日につき1ウィークはその効果が長持ちする。すなわち普段は全然使ってない有利脂肪酸の分解と燃焼っていうのは、1週間は長続きする、まあ、筋トレの後ね、1日2日、体重が更新した状態があるみたいなのと一緒でそういう感じですね。で6日だったら、まあ、2週間ぐらいは持つから、せっかく準備して6日お金、ね、時間とお金を使って、やったからにはその後ドッと普通に戻すんじゃなくて、その後もまあ健康的な生活を続けていきましょうねっていうつまらないオチなんですが、そういうことあったらもう2週間、ね、少し節制頑張れるかもしれないってことですね。これってそのなんだろうな、これファスティングをやって大体次のファスティングに移るまでどれぐらいの期間を、なるほど、いいですね。ロングをやった場合は業界的にはこのファスティング業界っていうのも、言い方があれですが3ヶ月はまず空けましょうって言われたりしてます。マジっすか。いやでも僕は全然そんなことはなくてそこにも何の理由もないですよ。なんで3ヶ月かんですか。いやなんかまあ慣れないのでみたいな感じで何の意義も僕はそこにはないと思ってるんで僕は全然気にしないですけど、なんか業界の一般論で言えばそういうふうに言われてます。でも月に1、2回やってるし、全然問題ないと思ってます。ただそのカーボローディングっていう意味ではその筋肉とかにグリコーゲンが戻ってきて、まあ、一般もうちゃんとしっかり運動できる状態になるみたいなところで言うと2週間、3週間ぐらい、マックスはかかるものなので、そういう意味ではまあまあ1ヶ月を上げた方がいいのかなみたいなふうには思いますが、あんまり気にしないでください。あんまり自分で答えつつあんまり参考にしないでくださいっていう感じですね。なるほど。なんかこのリカバリーフェーズからもう一回ファスティングフェーズに戻るってことできないんですかこれ。リカバリーフェーズからファスティングフェーズに戻る。戻る。もう一回こうやるってことだよね。もう一回リカバリーフェーズを1日ぐらいなんか抜いちゃってもう一回ファスティングみたいな。あー、なるほど。そのカーボローディングしない間にってことね。いや、全然それはね、できるかできないかで言えば全然できると思いますよ。全然できます。全然できますけど、なぜ中休みしたって思いますけど。あ、でも、そう、それがね、それがそうなんですよ。まあ、でも、そうだな。その、リカバリーフェーズ来ると分かるんですが、その回復期以降どうなるのかって言ってましたけど、ここが実は一番辛かったりします、精神的に。結構今までの分が爆発して食えちゃうんで、そう、まあ、1日目とかはいいんですよ。しっかりロングやって1日目とかはおかゆゆっくり恐る恐る食べるんで、そんな食べようと思ってもそんなお腹に入んないんですよ。でもまあ2日3日目ぐらいで1回ぐらいのファスティングだったらみんな元に戻ってくるんで、食欲は増して食べられる状況になるんで、もっともっとってなるんで、そこがセーブが少し若干難しかったりもしますよね。結構食べ過ぎちゃったみたいな人はいます。そういう意味でもう最初から決めといて
よし、中休みはするけど、もうこの日からまたハスティングって決めとくのはいいかもしれないですね。なんか戻ってみて、一回復職して調子良ければ行こっかなみたいなことはなんか、うん、意外と成功しないのかもしれないです。まあでも北さんなら何でもできると思います。そうですね、まだ精神的に現実的にそれをやりやすいんだとそれがいいと思うし、ただ例えば1日2日休み入れてもう1回ファスティング始めるんだったら、まあ、そこを休まないとものすごく結果っていうか効果は違うよねって感じですよね。でもそれもとてもいいんじゃないかなと思います。あとはここからのこことここのまあなんていうか食事の差がないことも大事ですよね。で、北さんの場合はここで、まあ、マグネシウムは本当に最低条件なんで、もう全日本人が不足していると言ってもいいぐらいのものなんでマグネシウム入れてます。ここではほとんど入れてないですが、全然入れることもあります。入れてます普通に。あれ飲んでから入ってる。ああ、マグネシウムね。あ、マグネシウム入れてますね。マグネシウムこれじゃん、全部に入れてますね。ここにマグネシウムとか マルチミネラルビタミンで、ビタミンミネラルを補うってことも、あります。これはね、どこまでサプリメンテーションするかっていうのはちょっと経験と勘によるところもあるんですが、水溶性のサプリメントならある程度は入れていけるので、実際にファスティングドリンクにも入れてるんですね。アロニアエキスと、必ず必要な M スルフォニルメタンっていう解毒を高める、まあ野菜とかに自然とかに自然に入っているものなんですけど、これを添加しているっていうのと、あれだな、L カルニチンです。これはもう必須ですね。有利脂肪酸、脂肪が分解して血中に流れてミトコンドリアに運ばれるって時に、ミトコンドリアの中に脂肪酸を入れていくのがこのカルニチンっていうものです。これは、肉とかに多くてあんまり野菜からでは摂取できないので、ベジタリアンとかが少なくなっているものなんですけど、これがないと脂肪燃焼できない。それはダイエットできないってだけじゃなくて、脂肪分解で有利脂肪酸が血中に流れるまでは行くんですが、そこから先は進まないんで、血中に脂肪酸がたまる、アシドーシスになるっていう、不調の元になるんで、これは後から添加してます、十分量を。これにですか？うん。それがただのなんちゃら酵素との違いとですね、栄養学を入れてるとですね、そこがものすごく大事で、ここ結構大事だったりします。このカルニチン濃度がもともと悪い、脂質代謝が悪い人ってファスティングが危険になったりするので、実は大事。エヌカルニチン、メルチルソロメハン、アルニアエクスっていうのが、で、タウリンもものすごく大事なので、後でみんなに飲ませます。タウリンも飲ませます。リカバリーフェーズでは、もちろんこれマグネシウムなんですが、機能的な栄養としては、ここでバイオティクスを入れていくのがいいですね。プレバイオティクス、プロバイオティクス、乳酸菌とか、酪酸菌、まあ、いわゆる土壌の細菌、の、まあ、細菌だけじゃないですけどね、細菌とか菌類とかウイルスっていう微生物をしっかり入れていく、育てていく。まあ、善玉、悪玉、日和見菌ってありますけど、できるだけいわゆる善玉菌っていうのを優位にしていくために一回リセットしてるわけですね。まあ、本当は善玉、悪玉、日和見菌もないんですけどね、全部必要なんですけどね。ああいう言い方は僕は好きじゃないんですが、全部必要なので。あと、タンパクです。ここのタンパクってどんなタンパクがいいですか？植物性タンパクがいいです。おすすめはヘンプです。僕が推奨しているタンパク質です。ヘンププロテイン、日本人が不足している亜鉛、マグネシウム、鉄、銅、見事に入っている。そして均合成を促す PCA、ロイシンもめちゃくちゃ多い最高のアミノ酸組成です。まあ、そもそもなんでこれは最高かというと、昔は日本人は全員古くから使っていて、今は使わなくなってるんで、その分欠乏してるだけなんですけど、大麻ですね。大麻を、大麻の、合法のところです。もちろんあの空気とか種子のですね。昔みんな大麻食べてたんですか？そうそう、もちろんもちろん、茎からもう葉っぱから全部使ってるわけじゃないですか。大麻の話も面白いですよ。これ、まあ、記録に残るんであんまり言えないですけど、あの、でも本当に大噂っていうぐらいですからね。こうね、昔からこういうふうになんか大いなるみたいな、偉大な神からもらったみたいな植物はものすごく良くて、例えばカカオもそうだし、テオブラマン神からのカカオもそうだし、
カンカ、中国のアカンカとかも僕使ってるし、あとモリンガとかもそうですね、沖縄のモリンガとかもね、神からの贈り物ってものすごく良くて、これは、もう茎とかね、根っこはもう医療衣服になるわ、で葉っぱは痛み止めとか病気の治療に使えるわ、で種子はもう栄養として素晴らしいタンパク源、肉よりもタンパク質が多くて、マグネシウム、銅、でも多い、食物繊維はめちゃくちゃ多いということで、ずっと使ってました。でそれこそ GHQ 来る前からず来る前まではずっと使っていて、アメリカが、アメリカ賢いので日本人が不健康になるようにいろいろやめさせたわけですよね。あの乳を飲ませたり肉を食べさせたり、でこれも取り上げたんですね。あのダメだっつって、そのアメリカが今では各州で合法化しているっていう面白い現実がありますが、日本だけね、医療用タームはどうのこうって議論してますけど。ちなみにマグネシウムを不足してるじゃないですか、昔の人は何を取ってたんですか、マグネシウム。マグネシウムが多いのは海藻、海藻、そして穀物の、まあ、ぬかですよね、川の穀物の川、玄米なんですね。あと、普通に野菜とか、まあ、ごまですね。海藻、野菜、種実類、穀物ってことです。でも全粒で食べてないじゃないですか、今は。だから不足してるだけの話。で、マグネシウム欠乏症とか、低マグネシウム疾患みたいな名前の病気はないんですが、もうバリバリエビデンスでまくってのは、もうマグネシウムが不足してると糖尿病になる。決して砂糖を食べてるからってわけじゃなくて、マグネシウムを不足、充足していて糖尿病の人はいないし、がん患者でマグネシウムが不足しているのももう全く見当たらないっていうことが分かっていて、今めちゃくちゃ大事なのがマグネシウムですね。奇跡のミネラルって言われていて、骨を作ってるのはマグネシウムだしATP 合成にかかってるのも全部マグネシウムだしね。マグネシウムは基本的に枯渇している、マグネシウムと、食物繊維ですね。今これ聞いたことあります？ CBD とか流行ってるんですけど、カンナビジオール、はい、大麻の、抽出された成分ですね、これは、オイル、ドロップレットオイルとして、取って、睡眠の質を高めたりっていう風に使われている。でもめちゃくちゃ美味しい。テトラヒドロカンナビ、カンナビノールだと、これがいわゆる麻薬成分なんで、これは違法なんですが、 CBD とかは違法ではない成分で、なんやねんと思いますけど、こっちは違法でこっちは違法じゃないんかで、ほとんどもともとは同じ食物に入ってるただの機能性成分なんですけど、まあ、どちらかというとこっちは興奮性、幻覚性があるんですね。こっちはリラックス、興奮を鎮める動きがあるんですけど、日本ではこれはこっちは合法なんで、こっちはサプリメントとして今すっごい流行ってますね。アスリートでも、その、ね、睡眠障害がかかる人でもこれめちゃくちゃ効きます。まあ、でも本来これは全部機能セットとしていろんな病気を昔から治してたんですからね。だからまあその GHQ が入ってきた頃はね、なんで大麻がダメなんだって日本人は言ってたわけですよね。今は大麻はダメだってみんな言ってますけど、なんで大麻はこんなにいいものを取り上げるんだって言って言いなりになって今こうなるっていう状況っていう、まあ歴史を考えてみると面白いですね。我々がなんかすごい思考停止して大麻はダメだダメだ、コーヒーがダメだって言ってるのと一緒ですからね。コーヒーは危険、緑茶はリラックスする効果があるから危険みたいな。ちなみに断食と性欲の関係は分かってますか？あー、いいっすね。どうですか？どうですか？めっちゃなくなったんです。あ、なくなった。いや、これ、いや、すごく精神的な理由なのか、なんかわかんないんですけど、僕、ほぼなくなりました。あ、面白いね。この、なんだろうね、生物学的に言うと、極度の絶食状態を書かれると性欲は高まります、普通は、うんうん、でも僕もすごいそこを納得するところで、性欲減退するパターンも全然あるかなっていうふうには思います、うん、でも分かんない、性欲っていうことでくくってみると、もちろん精子の運動性は良くなってるし、勃起能力も上がってるかもしれないので、性力は上がってると言った方がいいかもしれないですね。ただ、その、まあ、食欲と睡眠欲とかね、性欲とのバランスがあるように、なんていうか、自分の生活が満ち足りたものであれば、意外と社会的な性欲って出ないじゃないですか。そう、僕は社会的性欲と。社会的性欲。実はそう違うんじゃないかみたいな。確かに、違うと思うんだ。そういうのはめちゃくちゃ僕もそこ賛同します。全然ないですよね、みたいな。
その説は面白い。ただ一般的にはだってそうなんですよ。貧困の国だと、ね、多産だったりとか、ね、なんか吊り橋効果で生命の危機があったら性欲高まるとか言われて、ラジオまさにそのはずなんですが、うん、性欲自体は減退するっていうのは全然あるんじゃないかなって不思議ですよね。まあなんか別の言い方するんだったら、まあその修復に、なんか修復とデトックスに集中してるのかもしれないですかね。まあいろんな言い訳はつけられますけども、なんかそこは不思議なところではあります。確かに精力は上がってしかるべきだと思いますけどね。もしかしたら絶食すると違うのかもしれないです。なあ、うん、他質問形式でいきましょうか。まあファスティングに関わらず栄養、体全般の問題です。ああ水やっぱ 3.5 から4っていう。